皆さんこんにちは。今日はデーゲームをお楽しみください。果たしてどんな試合を見せてくれるのでしょうか。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、福西さん、サポーターのボルテージも高まってきました。今日もすごい戦いが繰り広げられそうです。面白いカードですね。これなら内容にも期待ができると思います。早速試合の方を見ていきましょう。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。一般的な 3-5-2 ですね。守備的になることも攻撃的になることもあります。アベーチームのスターティングメンバーです。一般的な 3-5-2 を採用しました。中央の守備が厚いシステムですね。しかし今日は興味深い対戦カードですね。そうですね、全く予想がつきません。さあキックオフ。激しく寄せていきましたね。スローインです。三つ丸ひろむ、ゴールキックから再開です。ちょっと残念な攻撃でした。ボールを前に運びます。狙えそうだ。決まった。試合の序盤に先制ゴールです。これはキーパーはノーチャンスでしたね。あそこでシュートを打たせた時点でゴールを割られるのは必然でした。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。カットします。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。タックルでボールは外に出ました。相手のスローインです。中野義弘、おっと抜いてきました。クロスを中央に入れた。ボールをはっきりクリアしたい。ゴールを脅かされた場面でしたがなんとか守り抜きました。
いいところに出します。打ってきましたが大きく外れてしまっています。ここでカットしました。ゴール前、期待も高まります。サガン鳥栖のうまいパス回し、チャンスを伺います。マイナスのクロスを入れた。ゴール、試合を振り出しに戻しました。映像が来ました。ここでマイナスのボールをよく通しましたね。そしてフィニッシュ。この距離なら外さないでしょう。アタッキングサードに入ってきた。さあ折り返せるか。何をしてくるのか。このシュートは阻止されました。小泉圭、よく見ていました。通ればチャンスというスルーパスでしたが、ゴールキーパーに阻止されました。三つ丸ひろむ、素晴らしい足さばきです。ボールを運びゴールに襲いかかります。この攻撃はうまくいきません。ボールは相手に渡りました。ボールが相手に渡りました。ドーグラス、相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。小泉圭、ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。なかなかいい攻撃でしたが、ディフェンスに処理されました。カウンターのチャンスです。ポゼッションを失いました。藤田直之、ドリブルで侵入していきます。打ってきた。綺麗に決めました。これだけ威力があると、たとえキーパーが触れたとしても弾き出すのは無理でしょう。すごいシュートでした。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。
ドーグラス。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ボールをドリブルで運んでいます。エリア内、体を投げ出した。クロスを狙ってきますか。取り返しました。負傷者対応に要した1分がアディショナルタイムに加算されました。これはいいボールだ。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対1。ゲームはハーフタイムに移ります。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。後半戦が始まります。ドーグラス。三つ丸ひろむ。藤田直之。サガントスのうまいパス回し、チャンスを伺います。これはチャンスだ。来た。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。ドーグラス。ボールを奪い返しました。さあここで一気に仕掛けられるか。スルーパスが味方に通る。裏へ通った。厳しいタックル。いや危ない。狙える位置です。最高のボールが出た。決まった。このゴールでリードは2点に開きます。プレーを見てみましょうか。このマイナスのパスが決定的なチャンスを作り出します。最後はこの抑えの効いたシュート。落ち着いたフィニッシュでした。仕掛けてくるのか。ここから狙うのか。ディフェンスがブロックしました。ここで取り返します。今のところポゼッションはサガントスが上回っています。要所をきちんと抑えていることがこの結果につながっているんでしょう。この後も得点シーンを期待できそうです。危険な位置です。緊張感が増してきます。藤田直之。惜しい場面でしたがボールはラインを割りました。この選手はゲームの鍵を握っているかもしれません。違いを見せています。この選手のプレーがひときわ目立っていますね。チームメイトからすればこういう選手がいると勇気づけられると同時に自分も頑張らなきゃって気になりますよね。
おっとボールを取り返した。中野義弘、いけるか、ゴールだ。これで3点差。リードしても攻撃の手を緩めません。相手を圧倒するゴールが決まりました。守備側は後手後手に回っちゃっていますね。小山智也、ドーグラス、ここはカットしました。ピンチをしのぎます。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ドーグラス、中野義弘、藤田直之、マーカーをかわします。ボールを前に運んでいく。今日はパスがつながります。サッカーの基本ですね。みんなでしっかりつないでいます。ナイス、シュートを飛びついて止めた。両チームとも動いてきました。中に入れた。クリアが小さい。危ない場面でしたが危機は脱したようです。見事な視野です。これはキーパーがいいセーブを見せました。ドリブルで敵陣へ持ち込む。ドーグラス、これはチャンスだ。試合終盤に決まった。まだまだ得点差があって厳しいですが、最後まで結果は分かりませんよ。ゴールを決めました。まだまだ点差はありますね。少なくとも次につながる形でゴールすることに意味があります。ここは選手を変えるようです。藤田直之、パス、さらにパス、ショートパスをつなぎ相手ゴールへの道を探っています。ドリブルでボールを運びます。深くえぐってからのクロスです。決まった、ゴール。あれだけ開いた点差も試合終盤に1点差まで詰め寄りました。映像が来ましたね。攻め込んでからのマイナスのパスが効果的でした。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。組織的なディフェンスを期待していた人は肩透かしを食らったかもしれません。どちらのチームも大量にゴールが生まれています。しっかりボールをキープしています。
サガントスのうまいパス回し、チャンスを伺います。藤田直之、小野裕二、パスは通さない。藤田直之、中断していた分の3分がアディショナルタイムに加えられます。見事なテクニックです。これはナイスインターセプト、通っていれば危ない場面でした。同点に追いつくにはこれが最後の攻撃になるかもしれません。残り時間はわずかです。試合終了の笛が鳴り響きます。残念ながら勝ち点はゼロ、ホームチームの敗北です。あと1点ですが追いつけませんでしたね。選手たちも悔しそうです。これで課題が見えたと思いますので、次節までに改善されることを期待しましょう。今日は素晴らしい活躍でしたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。